こんにちは、カンナです。今日はですね、オリジナルのプリントタオルの納期についてお話しさせていただきたいと思います。ですね、これがですね、オリジナルの、プリントのタオルのベタプリントですね。これの納期なんです。で、ずっと説明させていただいているように、プリントには顔料プリントと染料プリント、この2種類あるんですね。で、染料プリントなんですけども、特にやっぱりね、顔料プリントよりかプラス 7日間ぐらいかかっちゃうんです。7日間ぐらいかかります。これやっぱなぜかと言いますと、顔料とプリントするまでは顔料も染料も同じなんですね。同じようにプリントしていくんですよ。でその後ですね、染料プリントっていうのは、定着するために、定着さすために、蒸すっていう工程を通すんですよね。100段のとか、その一定の温度、このバンドの中に入れたまま何分間何秒間入れるっていうのを通した後に、あと洗うんですね。洗濯機、大きい洗濯機で洗っていらないインクを落として、でそこから縫製をするっていう形になりますので、そのやっぱり乾かしたりとか蒸したりする時間、同じ工場でやる場合もあるんですけども、大概違う工場持って行ったりするんですよね。なのでその辺の、時間的なロスも含めると、やっぱりプラス7日間ぐらいかかっちゃうんです。だからこれがね、やっぱり、染料のちょっと納期のかかる理由なんで、ちょっとこの辺ご理解いただいてですね、ちょっと余裕を持って、染料の場合はプラス7日間ぐらいの余裕を持ってご注文いただくと、これが間違いない方法です。で、まあどうしてもということであれば、でまたね、実はやる方法もあったりするんで、また私どもに、ね、その時はフリーダイヤルで、この後のビデオに出てますフリーダイヤルか、あるいは問い合わせフォームからですね、かけていただいたり聞いていただくっていうのが一番間違いない方法ですので、ぜひその辺ご相談してみてください。よろしくお願いいたします。